J グラブ株式会社代表取締役の山田明彦です。当社の越境 EC サービスをご紹介させていただきます。会社は東京都の渋谷区にございます。2010年の創業です。従業員室は27名。業務内容は越境 EC サイトの Shopify、Magento の構築、運用支援。そして海外 EC モール、eBay、Amazon、ショ o p e e l などの開店、運用支援。 そして、集客・反則支援としてソーシャルメディアを使ったフェイスブック、インスタグラム、ウィーチャット、レッドを使った集客を行っております。そして、教育士のコンサルティング、セミナー、ワークショップ、それから翻訳、RP 運営アクターを使ったインボイス、伝票作成なども行っております。現在、大手企業から中小企業事業者、自治体、観光庁まで幅広く、教育士の事業で支援をさせていただいております。 えー、J グラブのです、ね、越境 EC サービスの一番の差別化のポイントですがやはり越境 EC ショップを立ち上げて終わりではありません多くの EC 開発会社はショップを制作構築して終わってしまいますが J グラブは違います海外販売という厳しい市場で売り上げを伸ばしていくためにはショップ構築海外 EC モール出店とです、ね、伴走サポートを掛け合わせていく必要があります J グラブは独自の越境 EC サービスでお客様の売り上げの実現をアップしています 3つのセクションに分かれておりまして、まず改定のところは構築出展サポート、ここは徹底したヒアリングコンセプトで強みを明確にしてです、ね、最適なショップの構築、モール出展を提案させていただきます。そして集客サポート、やはり売上が上がらない最大の原因というのは顧客が来ないということです。ここに J グラブ独自の連携、集客施策でサポートしています。そして運営サポート。 越境 EC コンサルタントによるサポートでお客様の課題解決をして売上アップを実現しています。当社だからできる6つの強み、プロフェッショナルであるということで、まずメンバーが e b a y a h o o など大手プラットフォームの事業で豊富な経験を持つプロフェッショナルです。そして越境 EC の支援実績ではかなり多い方ではないかなというふうに思っております。そして伴走サポートですね、立ち上げて終わりではありません。しっかりコンサルタントが伴走していきます。 4つ目、eBay 公認コンサルタントであるということですね。eBay Japan が認定している、まあ、スタッフが運営をしております。それからパートナーシップ、経済産業省、中小企業庁、および JetRO、SHOPIFY、s h o p p Adobe と連携をしており、さまざまな協力関係を構築して越境医師を支援しています。6つ目、最後ですが、海外販売を実践ということで、越境医師コンサルタント自身がですね、この越境医師、海外販売を実践しています。そのノウハウを事業者の皆様に この新しいルール、ポリシーを熟してです、ね、この売れるのノウハウをフィードバックしていくということになっています。現在、当社で利用できるサービスプラットフォームはこちらになります。そして出店サポートですけれども、まず改定のところでヒアリングを実施し、そしてコンセプトを策定していきます。そして商品設計、そして構築出店手法を選定していきます。 そして、お店が立ち上がれば、今度は集客サポートに移ります。J グラブが運営するジャパンクレイズの SNS で、インフルエンサーがお客様の商品を外国人のフォロワーに告知して、ソップに焼却します。WeChatRED も運用中でございます。ここに170万人のファンがおります。そして次、クーポンサービスですが、これも当社が運営する海外向けのクーポンサービスで、これは事業者様のショップで使える割引券、そして送料無料、 特典などお得なクーポンを掲載してショップに送客していますお客様がショップで運営を抱えるまあ、様々な課題をですねでっかくに解決していくためにえこのサポート内容が2つに分かれています越境医師のまず輸出に貿易サポートそれからテクニカルサポートえそして提供ツールはチャットそして月次レポートえそして Zoom などを使ったこの個別相談やっておりますまたオプションとして 翻訳、それから物流ですね、特に物流に関しては、国際物流を皆様がやることなく、国内の私どもの指定倉庫に商品をお預けいただいて、売れたら私どもが海外に発送するという、いわゆるフルフィリメントサービスを提供しています。また、インフルエンサーマーケティング、プロのカメラマンによる商品撮影、EC モールとの連携、そしてインボイスの自動発行、このようなオプションもございます。また、 常にですね越境医師のトレンドノウハウ情報を積極的に発信共有しています越境 EC セミナーは月に4,5回行っておりますまたブログは平日毎日発行しています実績ですけども東急百貨店様グローバル EC モール eBay に日本百貨店として初の出店をサポートさせていただいております 次に東京都が都内中小企業を対象に越境 EC 支援事業を行っておりますがこちらの eBay の運営サポートを当社の方で行っております次に東藩様ですね不定期で行われる海外のイベントで日本書籍を期間限定で販売するショップそれから山田養蜂所ロイヤルゼリー配合化粧品サプリメント蜂蜜製品を世界で販売また楽器のコルク様ではデジタル販売ということで オース技術を使ったですね、このソフトウェアを販売しておりますまた国産にこだわったヒールアップシューズの越境石販売なども行っておりますさらに詳しく知りたいそして越境石をご検討されている方すでに越境石を行っているがなかなかうまくいかない売上が上がらないまあ、そういう方はぜひです、ね、J クラブの方にご相談ください